三重県伊勢市にある伊勢神宮の内宮には、太陽神である天照が、天照します、すめ大御神という名で、その対となっている下宮には、この太陽神のために食料を生産し、供給する役割として、豊受けの狼が祀られています。以前の動画でもお伝えしていたように、この豊受けの狼とは、食物や穀物を司る未決の神であり、太陽神に使える巫女という解釈から、アマテラスの太陽という陽に対して、陰の関係である月の神の役割だと考察していました。さて、そんな太陽と月を神格化した存在を祀る伊勢神宮なんですけれども、皆様はこの伊勢神宮に対して、裏伊勢と呼ばれている場所が日本にはあるということをご存知でしょうか？それが宗像大社。福岡県宗像市に鎮座する宗像大社とは、興津宮、中津宮、辺津宮の総称であり、それぞれに祀られている滝里姫、多吉姫、市木島姫の三女神は、宗像三女神と呼ばれています。神話において、これらの神々は、アマテラスとスサノオの受け入れで生まれ、道主の無知とも呼ばれることから、道の最高神として、航海の安全や交通安全などを祈願する神として、崇敬を集めてきました。古事記ではこんな記述があるんですけれども、この見前を、見先と読んだ場合でも、そこから先導神であるということが伺えます。さらに、宗像大社の御神木とは、奈良の木です。こういったことから神門は、皇統守護の進捗をいただく鎮祭の由緒から、天皇の象徴である菊の御門を表門とし、奈良の波門を裏門として用いているんですけれども、ここからも太陽神アマテラスという住神の裏の位置づけとして、宗像三女神が存在しているということが見て取れます。要するに、住神である太陽神を祀る伊勢神宮に対して、月の女神を祀る宗像大社とは、裏伊勢と呼ばれるにはふさわしい場所であると言えるのです。しかし、この宗像三女神を紐解いていくと、神道におけるさらなる裏の神という存在が見えてくるのです。今回の動画では、月の女神であり、導く存在である宗像三女神を起点に、神道における裏の神を考察していきます。キーワードは、導く神と左脳、そして五重音図。古代日本から続く神道の儀式には、大嘗祭というものがあります。大嘗祭とは、天皇が即位されて初めて行われる新嘗祭のことであり、これは皇位継承に伴う重要な儀式です。この大嘗祭において中心的な儀式となるのは、雪殿の儀と月殿の儀。これは、神を祀るために忌み清めた場所である湯庭に造営される雪殿と月殿で行われるんですけれども、実はこれは日本人がとても馴染み深い五重音図と関連しているとも言われています。というのも、この五重音図を注意深く見ていると、那行と波行でちょうど半分に分けることができます。この半分に分けた右側と左側の中心に位置する言葉とは、すとゆ。これが月殿と雪殿を表しているというのです。個人的には、このすとは、政治を実行する、すの神を示し、
それに対する湯とは、住神をサポートするために祭祀を行う湯の神を示していると考察しています。では祭祀の中心となる湯の神とは一体どんな存在なのでしょうか。冒頭でお伝えしたように、巣の神とはスベラの御恩神とも称される太陽神アマテラスを示していると考えられるため、それに対する湯の神とは太陽神に仕え、祭祀の中心となる月の神、すなわち巫女であると推察できます。そうすると、この湯の神とは湯の神であると解釈できるのです。湯というのは陰の象徴である水に陽の象徴である火を合わせた陰陽和合の象徴として、古代から神聖なものとして考えられてきました。実際に古代から行われている神事では、釜に沸かした湯に笹の葉のついた小枝を浸して周囲に振りかけ、その熱湯の飛沫を巫女が浴びるという湯立ての神事というものがあります。この湯は払い清めの意味を持っており、巫女はそれによって神がかりをすることができるようになるのです。だからこそ、神聖であること、清浄であることを湯と言い、神を祀る神聖な場所を湯庭というのです。要するに、この太陽神に仕える巫女は水と火を和合した湯の神だと言えるのです。ではこの湯の神とは神道においてはどの神に対応するのでしょうか。一般的に火と水の和合は六芒星として表されます。実は神道にも影響を与えたとされている陰陽五行説において、偶数は陰の象徴であり、奇数は陽の象徴として考えられています。つまり陽である五芒星に対して六芒星とは陰、すなわち裏の象徴だと解釈できるのです。そしてこの六芒星を象徴とした存在が神道にはいます。それがヤタガラス。ヤタガラスとは日本神話において神武天皇を熊野から大和まで案内した導きの神であり、金獅としても描かれています。このヤタガラスの正体はカモシの祖であるカモの竹つのみであり、太陽の化身ともされているんですけれども、興味深いのはアマ族とも関わりが深いということです。実際にヤタガラスのように導く神は海に関連していることが多いです。山幸彦を渡積の宮に案内した塩筒の神も、神武天皇を最初に大和へ先導した椎熱彦も、神宮皇后の遠征を案内した安曇野磯らも、すべてアマ族が信仰する神でした。ちなみにこれらの神々はすべて太陽神にぎはやひと関連しています。ここで注目すべき点は、このヤタガラスは宗像三女神とも関わりがあるということです。というのもですね、宗像三女神の一柱たきり姫は出雲神である大国主と結ばれるんですけれども、この二柱の間にはアジスキ高彦根と仕立てる姫がいます。実はこのアジスキ高彦根の別名にはカモの大神という名前があり、このカモという言葉が示すように、アジスキ高彦根もまたヤタガラスであり、カモ氏が信仰していた神であるとされているのです。さて、このヤタガラスを使わしたのは熊野の地に鎮座する熊野大神だと言われています。一口に熊野狼と言っても、それはケツミコ、熊野早玉王、
熊野、伏見という三柱からなっており、特に八田ガラスが仕えているのは血巫女だと言われています。血巫女とは一般的にスサノオと同一視されているんですけれども、血巫女の血が食物や穀物を司る未血の神の血に通じるということから、豊受けの狼と同様に太陽神であるスメ神をサポートする存在だと解釈できます。実際にスサノオという名前も巣を助けるという神格を持っているのです。要するに裏伊勢である宗像大社に祀られている宗像三女神も、熊野本宮大社に祀られている熊野狼も、スメ神をサポートする存在であり、導く存在であるということなのです。宗像三女神の別名、見前の狼の前とは、和歌山県にある日の熊神宮、国かかす神宮の日の熊の前が熊と読めることから、三熊の狼、つまり三柱の熊の狼とつながってくるのも偶然ではないのかもしれません。さて、ここまでは政治を実行する攻め神を補佐する役割として宗像三女神や熊野三神という存在を示してきたんですけれども、これらの神々は攻め神の巣に対する湯の神なのでしょうか。実は熊野本宮大社の旧社地には大湯の原という場所があり、そもそも熊野とは湯屋と呼ばれていたんです。要するに熊とは宗像三女神の別名、見前の狼の熊である一方で湯でもあるということなのです。実際に先ほどお伝えしていた湯立の神事は熊の信仰が起源だと言われています。そうすると湯の神とは熊の狼であるスサノオだと解釈できます。しかしここで重要となってくるのは、熊の狼とは三柱存在しているということです。というのも、太陽神が女神だった場合、そこに仕える存在は巫女という男性神、つまりスサノオで陰陽関係となっているんですけれども、太陽神とは本来男性神だったと言われています。ということは、湯の神の本来の姿とは女神だった可能性があるのです。改めて、熊の狼とは血巫女、熊の早玉を、熊の伏見という三柱であり、このうち熊の伏見が女神であるとされています。要するに、この熊の伏見こそが本来の湯の神だと考えられるのです。では本来の湯の神である月の巫女、熊の伏見の正体とは、718年、元正天皇の勅命により紀州熊野から数百人の人々を乗せた船が出航したといいます。到着した場所とは現在の宮城県気仙沼市唐桑町。この時この地に仮宮を建て、熊野狼を安置したんですけれども、それが現在のモーネ神社です。そしてこのモーネ神社の別名が瀬尾律姫神社、つまり熊の狼の一つの側面、熊の伏見とは瀬尾律姫のことだと解釈できるのです。瀬尾律姫のゆかりの地には六甲山があります。六甲山もまた八田ガラスが象徴する六の山です。さらに宗像三女神が初めて降臨したのは六ヶ岳なんですけれども、ここにも六。そしてこの六甲山系の山には、先ほどお伝えしていた導きの神シーネツヒコともゆかりが深い金長山という山があるんですけれども、金の鳥とはまさしく
禁止である八咫烏を示していると解釈できます。要するに、表に立って政治を実行していく太陽神である爪神の裏の存在、祭祀で爪神を補佐していく月の女神、湯の神とは八咫烏であり、セオリツ姫でもあると解釈できるということなのです。実際にセオリツ姫は宗像三女神の一木島姫と弁財天という神を介して同一視されています。そして宗像大社の裏の神門、奈良の波紋の奈良という漢字を見てみると、八咫烏が暗示されているのです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。